Rated T for Teen。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザと言って、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。ふざけ！ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。やっぱりドラゴンボールは7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。お父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。ドラゴンボールの反応は
船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った七つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。なんで？ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃお父さんはやられたの？え、悟空？ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。うん。お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様、いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらう。やりっこほう。やりっこほう。
様が俺たちにかなうわけがない。そう言いながら恐れているんじゃないのか。復活した俺の戦闘力は恐れているだろ。この俺がベジータごときか。あのベジータがなぜこんな戦闘力を。この俺も近づいているんだ、スーパーサイヤ人にな。デタラメを抜かしやがって。終わりだ。精神と体がバラバラだから力が出せないんだ。もっとパワーを出せるはず。無駄だ。今のうちに降参したらどうだ。ロキーニュー様が降参だと。ふざけやがって。なんということだ。チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさかチェンジ。やってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。くそ、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞその体を。これだ。チェンジ。やろ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？あいつか。
おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは、のれ、願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。え、戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ、すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療している間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。うん、フリーザにだけは会わないようにしないと。お父さん、どれくらいで元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。おいおい、はい。ほう、はあ、なあ、はあ、おいおい、
どうしよう。はあ。悪いな。ついてきたかも。腹減ってきたな。僕でもなんとか勝てそう。これで癒した。はい。ほう。なあ。
ありがとうございます。ええ、はあ、はいはい。そう。誰かが飛んでる。この木はやっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてここに？ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着っと。ベジータはどうだ？あ、眠ってますよ。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないよう、そっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても、少しは時間が稼げるからな。
よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え？フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチュパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して、他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポ。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。
ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだ、これは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだ、あの化け物は。それにドラゴンボールも、奴らもいない。あの化け物は、あいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか？そんな。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ、竜が消え、ドラゴンボールが、あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ、やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらどもー。じわじわと炙り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな。なんて敵だ。勝てるわけないぜ。
当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ！こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？わっ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！クリリンさん！よくもクリリンさんを！助ける気か。無駄だ、すぐ死ぬ。やっとすまん。やはりどうもパワーがなく自分をうまくコントロールできないようだ。そんな心配をしてる暇はないぞ。どうして理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。貴様、ただのチビではないようだな。
今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ。私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力はよく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。まさかこんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。この力があれば勝てる。どんなやつであろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。
雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。うわっ、くっ、ぬが。ベジータ今だ、攻撃してくれ。よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。いえ。相手の実力もわからないバカが、
やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック人はどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやろう。ジュアリ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 、と互角に戦ってる。いや、それ以上だ。いや、やっぱりすごいや。さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが、想像以上にできるんでな。実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ。この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな？なんだと？そんなあと2回も。見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。ピッコロさん、僕も戦います。くそ！待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。今すぐだ。え？お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうに、ちょっと拝見。炎症から受けたダメージがなくなってる。ちょっと
俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。うわあ！それでいいんだ。ごはん、この場を離れるんだ。はい。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。
れがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。